彼に新しい女ができて私の方に振り向いてもらえないの、どうしたら彼を取り戻せますか。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日も動画を見ていただきましてどうもありがとうございます。今日の話は、私がこのカウンセラーになって早30年近くですね、一番ご依頼をいただいたネタで、かつ私どもの会社が一番大きくなった理由の一つと言ってもいいほどのいいネタです。どんな話かというと、それは彼に新しい女ができて私の方に振り向いてもらえないの、どうしたら彼を取り戻せますかという話です。誤解なさらないでくださいよ。 100% この案件に私どもが成功していたとしたら、今新幹線の駅ごとに神戸メンタルビルが建っているというのはお分かりですよね。一般的に今お付き合いしている彼に新しいガールフレンドができているような状態であれば、まあ残念ながらそれがリバイバルする可能性はほとんどないと言ってもいいでしょうね。でほとんどの皆さんはこういうふうになってしまうと、メール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 とか電話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 、彼は今日また新しい女とデートしてるんじゃないか、浮気してるんじゃないかと思って気が気ではなくなりますよね。そうなるとあなたの打ったメールや電話で彼が携帯を見た瞬間に、あなたの着信履歴やあなたのメール連絡くださいですから、もう見たくないっていう状況になります。そしてあなたの点数はどんどんしつこい女として下降線をたどっていきます。そしてその時に私どもはこんな話をします。今一番あなたがやらなければいけないのは執着を手放してください。何ですかそれは。申し訳ありませんが、彼へのメールも彼への電話もやめましょう。そんなことをしたら新しい女の方に行っちゃうじゃないですか。でもね、あなたがそれやり続けてる限り、もっと早くあなたにうんざりして向こうに行っちゃってるようなもんですよ。あなたがそのメール攻撃や電話攻撃をやめることで、彼はなんていうのかな、あなたが思うように向こうに行き、あなたが今の作戦を続けて彼が帰ってくる確率はどれぐらい終わりですか。ほとんどないと思います。ここで皆さんがやりたいことは、新しい女のあなたへの愛は薄っぺらいものよ、一方私の愛はヒマラヤ山脈よりも高く、日本海溝丸山海溝よりも深いのよ、これを彼に伝えたやつなんです。しかし彼は聞く耳を持ちません。そしてあなたは最後の賭けに、30分でいいから30分でいいから時間をちょうだい。そして彼はあまりにもあなたが面倒くさいので、じゃあ30分でいいんだなって会ってくれたりします。でもあなたは当然ながら30分で済むわけないですから、あなたの大演説が始まるわけですよね。私のあなたへの愛はヒマラヤ山脈、あ悪い、30分経ったからもういいかな、で終わり。じゃあどうすればいいの。こういうような案件ではですね、まあ、あなたに連絡がないっていうことがメッセージなんです。連絡したくないっていうことです。で私が何もしないとどうなりますか。そうですね、彼はきっとこう思うでしょうね。今度の女は楽でよかった、終わっちゃうじゃないですか、うん、まあ終わるかもしれませんね。ここで電話なんかを切られる人は約半分いらっしゃいますが、どういうことなんですか。あなたが今勝負をかけるのはここじゃないということです。どういうことですか。
彼は今新しい彼女にお熱なんですよ。だからあなたのメールや電話も返事はしないし、彼にとって今あなたは邪魔者なんです。でも私はこんなに愛して、まあわかりますよ、わかりますよ、あなたの骨は開いますし、いろいろ話も聞きますが、彼から見るとそうなんですね。でここであなたはどれだけしがみついたとしても彼が帰ってくる確率はほとんどないって思ってらっしゃるでしょ。でも私どもが今から提案する確率は 40% 弱、正しく言うと 38% 彼が帰ってきます。たった 38% だ。じゃああんたがやってる方法で何パーセントなんですか。まあ、正確に言うと執着をするという方法でもうまくいく確率は 2-3% あります。でもその何十倍の方法の方が当たり前ですけど効果があると思いませんか。あなたが執着をせずに、言っちゃ悪いですけど、きれいに別れてあげたとします。つまりあなたの彼、まあ特にかっこいい彼っていうのは女性にあなたのためなら何でもするわって告白されてお付き合いするんですが、別れる時は男のクズ、女の敵、お父さんから君がねうちの娘を傷者にしたのはとか、もう女の友達から散々の目にあったり、まあ、たまにはおとなしく別れてくれる人がいるんですね。では新しい彼女と幸せになって、私はあなたの幸せを祈っています、草葉の風でっていうネガティブなタイプですから、つまりモテる男性はほとんどこう思ってますね。女性は別れる時に本性が出るな。ところがあなたは綺麗に彼に別れてあげたとします。でもその間に彼は喜び悲んで新しい女の方に行きますけれども、ここからあなたがお勉強していただきたいことがあるんですね。つまりどんな理由であなたは彼をヒマラヤ山脈よりも高く、マリアナ海溝よりも深く愛していたとおっしゃいますが、彼はあなたの顔にペーケつけましたよね。その理由分かってます？ひょっとしたらあなたの愛は一方的だったのかもしれないし、彼が望むやり方ではなかったのかもしれません。これを学んでいただく必要があります。なぜかっていうと、綺麗にあなたが別れると私どもの確率では次の新しい彼女、女性、まあ、大体3ヶ月から6ヶ月の間ぐらいから揉めるんです。そうすると本当に可愛い顔しやがってみたいな方になるんですね。そうすると皆さんもこんなこと考えたことなかったでしょうかね。私が付き合ってきたボーイフレンドやガールフレンド、過去のボーイフレンドやガールフレンドで一番私を愛してくれた人は誰だろう。その時に卵をぶつけられたあの人、男のカス、女の敵って言われたあの人のことを思い出しますか。お父さんが出てきて慰謝料請求されたあの人のことを考えるでしょうか。草葉の陰の人はもう今いらっしゃいませんから、唯一綺麗に別れたあなただけが、思い出は美しすぎて症候群と私たちは呼んでおりますけれども、やっぱりあいつだったかな、あいつには悪いことをしたな。だってあなたは最後に毒を吐かなかったわけですから、彼はあなたを傷つけた、振っちゃったなっていう罪悪感だけを残していますから。人間というのは罪悪感を残すと保証行為というなんか償いをしなきゃいけないななんていうことを思うもんなんですよ。ここであなたが綺麗に別れたことが生きてきます。そうすると大体3ヶ月から6ヶ月ぐらいに彼の方からです、あなたにメール来るんですね。件名
ご無沙汰してます、元気してますか、そんなやつです。まあ着信があったり、どう元気してる、向こうから電話が来る、メールが来る、 LINE が来るということはですよ、向こうと揉めてる証です。うまくいっててあなたには来ませんからね。その時に来たーと思って網を持って捕まえてはいけません。あなたは淡々と、あー久しぶり、どうしてたの、元気してるって淡々とお話をしてください。必ず何らかの、いやーなんかさーって愚痴が出てきたり、彼は相談事を言うはずなんです。つまりやつは弱気になってるわけですよ。 できたらその時に、先ほどあなたが彼からつけられたペケを丸に変えるようなことを言っていただければいい。あなたと振られてからさ、いろいろ考えたんだけどさ、私はいつもさ、デートにしてもいつも私の思いばっかりあなたにぶつけて、あなたの話なんか聞いたことはなかったわねとか、いつもあなたのやり方というか私のやり方ばっかりだったわね、そして私ってだって愛してるもんっていうことを言い訳にしてた、ちょっとわがまま女だったかしら、なんていうことが分かれば、彼はそうそうそうなんだよなぁなんて笑ってくれたら、あなたについたペケが止まるんだろう。まあ、そんなやりとりが何回かあるとこんな話になりますね。飯でも行こうかとか、ちょっと飲みに行っちゃうみたいな、いいの、楽しみだわなんて話になった時に、あなたが本当に、あなたは私に優しいから言わなかったけど、こんなところが嫌だったんでしょっていうところを、彼が、なんだよ、分かってくれたのかよ。そうすると例のセリフが出るんです。例のセリフ、そうです、リバイバルマッチに成功する時に彼が必ずあなたにこう言います。お前変わったな。つまり別れた時のあなたはペケなんですが、お前変わったな、生まれ変わったあなたにはもう一度恋に落ちるチャンスがあります。そしてこのお前変わったなのセリフをいただけた方は、7割ぐらいの確率でリバイバルが可能になります。しかしながらですね、不思議なんですけど、私どもの統計上、ここでリバイバルほとんどの人がするかと思いきや、女性陣が半分断る。不思議ですね。やけもこの私を振りやがったな、彼がこっちを向いた瞬間に、今度は男性の皆さん、ちょっといい格好をすると手探りになりますよ。しかし皆さんにとって、執着を手放す、電話もしないしメールもしない、それがまさか彼を取り戻す一番の理由って知らなかったでしょ。でも理屈を聞いたら理解していただけたんではないでしょうか。今日の動画お役に立ったらグッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録まだの皆さんはチャンネル登録もよろしくお願いします。またお会いしましょう。